俺だ。こんにちは、神田です。8月19日アウェー群馬戦について話していきたいと思います。群馬はポゼッションしたがるチームです。ポゼッション率の平均が 52% と J2 の中でも上位です。で、今シーズンの群馬は大前選手の補強に成功して、それに合わせてアシストをできる選手を中盤にずらりと並べてアシスターズを形成しています。ですが、枠内シュートが悪い。枠内シュートの数字が 2.3% とリーグで最下位です。で、守備の部分でいくと、トップ中盤まではプレッシャー、守備のブロックで結構防げているのですが、それを超えてバックラインに侵入していったらかなり不安定なディフェンスになり、失点が多くなってます。だからレノファはポゼッションにこだわらず、ワンツーもしくは対角線にパス、ロングボールを使うこと。そして群馬のバックラインの前では特に斜めのパスに対応が苦手となってますので、そこの弱点を突くべき。縦にパスを送るんではなくて、対角線に味方の選手に出す。これを徹すれば群馬に勝てるんじゃないのかなと僕は読んでます。8月19日、アウェー群馬戦、皆さんで一体感を立って応援しましょう。それではまた。